なしと別れて。そんな歌、歌わねえで向かって。歌わせてやれやんちゃん。母ちゃんの懐かしのメロディーだって。あらもとっつぁんもよ。若えときはバラショーよりつれえ思いして働いたもんだ。俺らだって働くだ。俺らに土地さえありゃよ。おめえなんか中途土地の話だ。そんなこと言ったっておらえにゃおめえに分けてやるとじゃなかって。食べおしめになったでよ。あんちゃんまた稼ぎに行くんだって。竹志らまた土方に出たっちゅうんだのよ。そりゃ土方には向かねえ。向かえあんちゃんにゃ。おらの気持ち分かんねえだ。ご飯。あなた、お金が少し足りませんのよ。そうだろう。大掛かりなことをやるからだよ。なんとか都合できません。月給は全部君に渡してるよ。アルバイトのお金があるでしょ。冗談じゃないよ。部長になったらそんなことしてる暇なんか全然ないんだぜ。一時に見部屋も建てまっするがやさかいね。一部屋ずつだんだんに増やせばよかったもん。やるんなら一度にやらなかったらかえってお金がかかるのよ。ねえあなた、なんとか小柳さんに借金できませんの。小柳さん、とんでもないよ。この頃お互いに忙しくなって飲む暇もないんだ。あ、どうしたのよ。動いたわ。赤ちゃんが動いたのよ。まあお腹がひっくり返るのかと思ったわ。かわいい。奥様は何のデザートを召し上がって。この間の妹のコンペトよ。物持ちのよろしいこと。いいえ、もう主人の作ってくれた入れ歯がいよいよ噛めなくなりましたので。コンペトって言えば前線で患者に随分分けてあげたもんですよ。里に預けた自分の子供に送ってやれたらと思ったけど、中学2年でね、私が立つとき、21年に引き上げ命令で大竹ついたとき、まさかその子が戦死してるなんて。あ、お父婆さん、お茶の配給。そうそう、どなた。ナイチンゲールさん。いいえ、かまぼこ奥様よ。奥様、お茶を。